はい、こんにちは。田中みやびです、えー。私ですね、えー、構成作家、えー、リサーチャー、えー、翻訳、えー、ライターなどをフリーランスでやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは、えー、私が普段目にしたニュースであるとか、えー、普段の生活から思ったことをどしどし発信していこうという趣旨でやらせていただいているんですけれども、えー、今回はあのー、テレビタレントは、 スタジオで VTR を見て喋っているだけっていう論調についてちょっと語らせていただきたいと思っています。よくですねあのテレビ批判の一つにタレントはスタジオで V を見て VTR を見てゲラゲラ笑ったり喋っているだけみたいなことを言う方とかそういうことをコメ X であるとか 掲示板とかに書かれている方とかあとタレントが、えー、食べて何か話しているのに、えー、何がいいんだみたいな、えー、まあ、えー、ことを書いてらっしゃる方も大勢いらっしゃるんですけれどもまあ批判としてはすごく、えー、受け止めます、えー、なんかそのように、えー、見えてしまっているとか、えー、もしあのそのタレントさん自身がそういう発言を し、えー、しているんだとしたらそれに迎合するような、えー、批判に迎合するような発言をしているんだとしたらそれは、えー、まあ、えー、ある意味事実なのかもしれないという部分はあるんですけれどもただですね僕結構そのもう1 4 5年、えー、この業界にいてまあ数はそんなに他の方と比べてめちゃめちゃ少ないんですけれども。 何度か収録現場にも行かせていただいたことがあるんですね。今はもう全然行かないんですけれどもで、僕が見聞きしてきた限りだと、あのー、まあ、スタジオで VTR を見てコメントしている、その事実は正しい、その認識は正しいです。ただ、その,その行為に至るまでの間に、 こうめ結構というかめちゃくちゃ苦労していたりとかあのそのコメントをすること自体もあのプロフェッショナルな、えー、やり方があるというかプロフェッショナルな、えー、仕方をしているのでそのだけ,なんだけではないんですだけなんですけどだけではないっていうなんか、えー、イメージなんですね、えー、私が思うにあのそもそもですね、あのーまあ、その コメントしているだけ、コメントワイドショーでも何でもそのコメントしているだけであるとしても、そのコメントしているだけに至るまでの、至るまでに、例えばモデルだったら、まずオーディションを勝ち抜いて、いくつかの雑誌に出て、そもそも事務所に入らなければいけないですし、今だったらスカウトされないとほぼ無理な,ほぼ無理なところもあるんで、まあそのスカウトされなければいけないし、そのためには、すごい、 個人としてまず美容をちゃんとやっていかなきゃいけないスタイルを保つ努力もしていかなきゃいけないし、そのモデルに選ばれました、雑誌で活躍しました、ここだけでかなり狭きもんなんですね。で、そこからそのテレビタレントになる子はテレビタレントにな,れなるえ、女優に行く子は女優に行く子行くっていうような形で分かれるんですけども、さらにそこにも看板があって、オーディションを勝ち抜かなければいけないんです。で、その結果、その結果、オーディション勝ち抜いてさらに売れるっていう段階を経て、あのその スタジオに行けるんですよ,よでただスタジオに行ったからといってこれ私何度かその会議とかもいな会議にも昔よく行ってましたしあのー、何度かその話とが場面を耳にしたことあるんですけどちょっとこの子コメント弱いから、えー、次のクールから使わないことにしようかみたいなこともあるんでそういう会話も全然かわされてるんですよ。 ちょっとこの子あの喋、ー、りが弱いんで、えー、引きもないし、えー、この人と一緒に使おうかとかみたいな、えー、そういうような恐ろしいあのそのタイムトさん本人からすすごく恐ろしい会話が全然交わされてるんで,で、まあ、その気の利いたコメントをちゃんと返すことができないと、あのー、やっぱりそのスタジオで喋ってるだけの地位につけないというか。 であの使ってくれないんですよ。ちゃんとリアクション、そのリアクションってすごい大事なんですね。あの、タイントさんあの、コメントするときって。VTR 見てるときもそうなんですけど、あのー、まあ、えー、スタジオでなんかこの V 見てどう思いましたって言ってるときにあの、ちゃんとしたコメントを返さないといけないんです。僕あの、YouTube 登録と講師って分かるんですけれども。 突然その、まあ、もちろん台本もあったりはするんですけれども突然振られた時にあの台本以外のことちゃんとその人の個性が見えるようなことも返さなきゃいけないんでそれは絶対その台本とかでは表現できない部分はあるから、あのーまあ、コメント力が求められるんですただそのかわいいとかかっこいいとか、あのー、ネタ芸人としてネタが面白いから、えー、っていうだけじゃダメなんですよ。そこに、あのー、スタジオででちゃんと、えーなえー、何分もトークできる トー,クトークスキルとかコミュニケーションスキルっていうのがすごい必要になってくるんでその結果が初めてスタジオで VTR を見てコメントするっていう行為につながってくるんですなので彼らは普段からそこに選ばれるというかそこの仕事をこなすためにあのまあえモデルさんだったらジムに行ってあのジムとか美容をやってあの美しさを保ったりとかえ芸人さんだったらトークライブとかを開いて。 あのすごい、えー、トークの練習したりであるとか、えー、してるんですね。でやっぱりその,おあの毎週毎週それをこなしてる方とか毎日毎日それをこなしてる方っていらっしゃるんですけれども現にその朝のニュースとか、えー、朝の情報番組とか結構その、えー、同じ芸人さんがずっとずっと毎日、えー、帯で出てたりするのであれはもう神の領域だと思うんですよ僕。まあ MC と、えー、スタジオで喋ってるだけとは全然違うとは思うんですけれども。 もう本当にそそれはもう天性の才能がないとあそこまでいいけないなっていうのはありますますずその、えー、絶対に風邪ひいてもあんまり休めないんで、まあ、昔と比べて今休めるようになってきましたけどあの、まあ、そういった体力維持っていうのはまずしなければいけないですし、あのーまあ、朝どんなに早くても、えー、しっかり、えー、VTR を見て、えー、コメントしてとてその2時間毎日毎日。 ずっと続けていくんですよそれってすごい集中力ですしそ,のそれが終わった後あとらに別の仕事をしてで翌日また朝早く起きてもう4時とか、えー、5時とかに起きてで7時ぐらいにスタジオ入りしてっていうようなことを毎日毎日繰り返されてるんで,で本当にそれはものすごい大変なことだっていうのを、えー、ちょっと皆さんに理解していただきたいなっていう部分は、えー、正直裏方からするとあって。で まあ食べ物を食べてコメントするにもコメント力が必要なんですね。あのー、ちゃんと例えたりであるとかその言葉の引き出しっていうのは、えー、まあいきなり例えば僕がそのスタジオに行ってパーンってえこうその場に座ったことがあってコメントを求められたりしたとしても何もできないし多分僕がそのグルーメー番組のリポーターとかいきなりやってこう食べて何か言うみたいなことも絶対できないし多分大方の皆さんが。 すすごいテンポあると思うんですよそこにいきなり行って、えー、まあ慣れも必要なんですけれども例えば慣れたとしてもあのー、まあいろんな問題例えばあのー、見栄えの問題であったりとか、あのー、立ち居振る舞い、あのー、きれいに見せなきゃいけないんでやっぱりそのスタジオにいる時って姿勢とか、えー、はん姿勢とか会話するる時もちゃんとあのー、面白さが伝わるような会話をしなくちゃいけないんで。 あのそういった立ち居振る舞い姿勢とかすごい、えー、見られるから、えー、その部分でも本当にあのちょっとやそっとじゃあそのコメントしてるだけっていうような、えー、そのだけには、えー、だけの努力というか技術というかそこはすごい必要になってくるっていうことを、えー、私は <laughs>、えー、伝えたいなと、えー、思っています。ななのででそうですねなんか ってほししいいいいととかそうううおここがましいことを言うわけけじゃないんですれども彼らのことを。まあ,あのやっぱりそのオーバーリアクションもオーバーリアクションでそれが面白いオーバーリアクションになるような練習をしなければいけないんでえそこら辺はあのまあ一見自然体でやられているバラエティタレントさんとかもえまあグラビアアイドル上がりの子とかでも。 ちゃんと事務所から教育を受けてるんで、事務所に所属されてる方は。なので、ああいったトークができたりとか、リアクションができたりっていうような結果があるから、そう、一朝一夕にその、えー、批判するのは、ちょっと、えー、まあ、えー、真実が伝わってないんじゃないかなと、えー、私は思うところがあります。 なんかそういう目でテレビとかってもしご覧になっている方は見ていただけるととても視作者としては助かりますご覧いただいてありがとうございますもしこの動画が良いと思われた方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは